もう非常にこうユニークで面白い、まあ、題目といいますかタイトルのものが多くてですね、まあ、特に教育に関係するものが非常に多くございまして、今現在岐阜聖徳学園大学附属小学校の方に勤務しております。今まではその現場の中で子どもたちとともに算数を学んできたわけですけれども、それを一度整理しなければならないというようなことを考えて大学院の方に来て、まあ、理論の部分ですね、そのあたりを勉強しております。もう少しこう普遍的な教育全体に関わるこう言い回しで、今先生がおやりになろうとしていることを教えていただけるとありがたいですが、ちょっとまだそこまで踏み込めていないところが現状だと思います。岐阜県海津市で起こった中学校統合問題を事例として、教育行政が現実にどのように行われているかを研究したいと思っています。ですね、ここだけの事例を扱って研究を進めるのはやはりちょっと少ないと思うんですね。一応その点はまた本当にそれで自分と能力の問題もありますので検討していきたいと思います。実は私ここの大学の卒業生なんです。三十数年前ですので、5回生なんですが、で、まあ、その結果をそのまま読み取るとですね、5年生に比べると6年生はできないということなんですが、はい、まあ、分析はまだこれからでというようなお話なんですけども、それを見るとどういうふうな解釈をしたらいいんでしょうか。社会人の方特にそうですけれども、問題意識が非常に深くていらっしゃる、そういう中でこうなかなかこう話が盛り上がったのかなというふうにも思います。僕と2人しか学部卒から入った大学院生がいないんで、大人の方、現場で仕事されてた方が3人もおられるんで、その人たちの話を聞きながらなんかいろいろ社会に出て必要なこととかをいろいろ教えてもらったりとかして、なんかうまいこと僕の研究しとることが伝わったかどうかがちょっと心配でしたけど、でも先生に、まあ、面白い研究って言ってもらえたんで、すごいやりがいがあるなと思いました。中学校の英語の先生になりたいなと思ってます。児童にとって視聴覚教材は大変有効なものであると考えます。さまざまな先生方がいろいろアドバイスをしてくださったので、これからの私の研究にいろいろプラスになってくることだと思うので、これからそのアドバイスを生かしていきたいなっていうのは考えています。やっぱ小学校の教員っていうのはずっと昔からの夢なので、小学校の教員になれたらいいなっていうふうに考えています。今日の発表というのはマスター1年生の中間発表ですので、内容そのものも軌道修正しながら、さらにこう、まあ、立派なものに仕上げていかなければなりません。まあ、指導の先生もかなり懇切丁寧に指導してくださいますので、最終的に来年1年後ですけれども、きれいな形にまとめてもらえるということを期待したいと思っております。